皆さんこんにちは、今井ひろえです。最近遅ればせながらいろんな AI で遊んでいるんですけども、今日は画像から動画を生成してくれる動画生成 AI ランウェイ Gen 2で遊んでみたいと思います。私のイラストなんかを使ってこうやって遊ぶととても面白かったのでご紹介したいと思います。まずパソコンでランウェイ Gen 2と検索してください。するとこういうウェブサイトに行きますので、この下の方、これは言葉から映像を作ったりとか、静止画からこうやって動画にしてくれたりとか、すごくないですか？すごく面白そうだなと思って早速やってみたいと思います。このパソコンで私はやりたいので、このボタンを押します。するとそこの、実際に遊べるサイトに飛びますので、このですね、真ん中のこれですね、これが静止画を映像にしてくれる、動画にしてくれるものになります。でここの窓に遊んでみたい静止画をドラッグ&ドロップするんですね。そして、ここのこれはですね、いかに変化をもたらすかっていう加減をここで調整できるんですけど、私は3か5ぐらいが一番適当だなと思います。そしてここのイメージプラスディスプレクションをしますと、ここにテキストでどういう風に動画を生成してほしいかっていう指示を書くことができます。プロンプトを英語に翻訳してここに貼り付け、そしてジェネレート4秒ですかね、このボタンを押しますと動画が生成される、そういうことになります。できた動画がこちらです。なんと猫が魚になった感じですね。驚きの、魚が釣れるかなと思ってやったんですけど、気になるので続きを4秒足そうと思います。魚になった猫がよろけてウサギにぶつかってバウンドして、ここ釣り堀から魚が釣れてほしかったんですけどね、ちょっとうまくいきませんでした。で、私のイラストですね、絵本の旅ウサギと島の仲間たち、これを、動画にしてみました。なんか何か物語を彷彿とさせる時もあれば、全然脈絡もない時があるんですけど、これ結構物語っぽいですね。おいお前、久々だな。先輩、あ、困りますよ、もう僕足洗ったんで、昔と違うんで話しかけないでください。そんなこと言うなよお前、よく昔はここで、海を眺めながら話をしたよな、お前もリーゼントで突っ張りだったじゃねえかみたいなねそれリーゼントじゃないな。お次はこの画像、これを動画にしてみたいと思います。ウサギがクマっぽいですね。クマだと認識されたみたいですねパンダウサギもちょっとしゃくれて、なんか可愛いですね、独特な。おお、久々。おお、なんだなんだ、久々ですね。近いですね。やんのかおるわ、やんのかおるみたいなやんのかおる、カチーンみたいな、そんな感じで、なんか不良モードが多いんですけど、このお次はこの画像を生成してみたいと思います。これやあっという間に全然別、あ、これがですね、生成の加減を、10マックスにしたらね、こんな風に全然違う感じになっちゃうんですよね。だからちょっと変えたいっていうのが一番面白いかもしれないです。これも10にすると、これが、あ、全然違う、全然変わっちゃいましたね。ウサギの面影ないですね。これはなんか変わりすぎて、自分の絵かどうかももはや分かんないんで、ちょっとね、5とか3とか、これ3にしてみました。まあウサギですねウサギですけども、まあ全然違うかなみたいなね、まあ、うさぎだってことは分かってくれたのかなっていう次はこれやってみたいと思います。3ですかね。なんかドラム缶に変わりましたね、きっと。なんかドラム缶かな、コンクリート製のお風呂になりましたね。でネズミっぽい感じみたいな、ちょっとふさふさしてますよね、不思議なことに。でもう一回別バージョンやってみました。なんか虫の妖怪みたいになりましたね。何かなこれ。でお次はこれを生成してみました。
まさかの後ろステップですね。後ろ向きにステップ軽やかに、なんかあの電気工事のおじさんみたいな感じになりました。なんか注意書きみたいな左下のあのテロップみたいなのも出ましたけど、なんか何に書いてあるかわかんないテロップみたいな。で、これはね、今度写真を生成してみました。私の写真です。なんかえらいことになってますけど、なんかあーなんか成功してみたいな、将来成功した感じの動画かなみたいな、何かで成功しましたみたいな。これは旦那さんですけどね、うちで採れたスイカを持ってます。すごい立派なスイカ採れたんですけど、誰なんか喋ってますけどね、なんて言ってるのか、なんか喋ってるんですよね。なんでしょうね、誰ですかね。まあそういう感じで、ちょっと面白い動画が撮れたので、ご紹介してみました。これもね、なんかいくつか失敗バージョン並べてるんですけど、まあいろいろやってみると面白いと思います。それからですね、このランウェイ Gen 2にはビデオからビデオへっていうモードもありまして、それを使ってみたいと思います。この例えば iPhone で撮影したこの動画を別の形のスタイルの動画にしてくれるっていう機能を使ってみたいと思います。スタイルの方はいろいろ選択できる形になっていて、私はちょっと人っぽい、一番人っぽいのを選んでみました。すごいですね、もっと見たいんですけど、これは動画の最初の4秒だけをビデオに変換してくれているっていう、無料バージョンはここまでっていうことなのかもしれないんですけど、面白いのでもう一つやってみたいと思います。この海辺を歩いている iPhone で撮影した動画を使って生成してみます。このプリセッツを押します。そしてここで、どんなスタイルにするかっていうことを選ぶことができます。さっきやったのもこのクレイメーションってやつですね。また同じクレイメーションで作ってみたいと思います。できました。顔、海が砂漠みたいになりましたね。ではもう一つ別のスタイルを当ててみたいと思います。このなんだかわかんない、このロンドンの街みたいな、ロンドンの街、霧のかかったロンドンの街っぽいですね。でもなんかこの人物が何これ、あの消防士的な何かですね。というわけで動画生成 AI ランウェイ Gen 2でした。ぜひ遊んでみてください。それではまた。今回動画生成に使用したイラストは私の絵本旅うさぎと島の仲間たちの本編で使っているイラストを使いました。旅うさぎが島を訪れて本当の自分とは何なのかを見つける心温まるお話になっています。お子様から大人の方まで楽しんでいただける内容になっていると思いますので、ぜひ手に取って絵本を読んでいただけたら嬉しいです。販売ページは概要欄にリンクしておきますので、ぜひチェックお願いします。それでは、またねー。